ウィルズを看護をご覧の皆さんこんにちは月刊目の編集部の金沢ですえ本日は西岡勤先生にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします上村さんが敗訴した後に出した声明の中でですね、うん、えー、私のことをまた批判してるんですけどこれこそ熱度だと思うんですけども <laughs> 西岡氏はあ、まあま週刊誌の談話で、ええ、金学人さんが親に身にされて慰安婦になったと訴状に書き韓国紙の取材にもそう答えている 上村氏はそうししたた事実に触れていないなとと述べましたとあのだから先ほど言ったあの親に身売りされたっていう部分ですねでもそれが事実でないことは東京地裁の被告人本人の尋問で明らかになりました「西岡氏は虚偽の根拠に基づいて私を攻撃したのです」と言ってるんですけれどもこれはですね <laughs> あのあのその訴状に改革後で親に身売りされて慰ヤ婦になったとは書いてないんです。はい ここで訴状,訴状に書き韓国紙の取材にもそう答えて言ってくる、うん、韓国紙の取材ではこういうことを言ってたんですじゃあ訴状でどのように金さんが言ってたのかということを、えー、正確に伝えるとですねあの貧乏のために学校を辞めて、えー、そして養女となって、うんうん、金銭学校に通ってその養父に日本軍慰安所に連れて行かれたと書いたんです。貧乏で、うん 養、えー、女になって金銭学校に通うということは、うん、当時の状況を知ってるものからするとこれが身売りなんです、えー、慰安婦になるためにはね、えー、つまり中国なり都内に行かなくちゃいけないですね、うん、その場合ですね当時はあ渡航するときに親の同意書親の承諾書がないと、うん、渡航できなかったんですだけどあの養父で良かったんです、ね、つまり養子に入れば、うん そのの養父ででで、えー、行くことができたんですね、うん、だから彼女は歳あ14歳の時に、えー、養子になったんですけども14歳では養父になれないから3年間金銭学校に行ったわけです。はいうん、でそういう場合はですね40円と言ってますけどねそれはその後彼女を養育して学校に通わせなくちゃいけないから、はい、しかし17歳以上になって税源が、はい その娘を慰安婦として身売り、うんえー、させる時はですねもっと何千円とかっていう金額なんですんでその場合はそこでその何千円を親に渡して親が承諾書を書くわけです、はい、それで戸籍謄本とか渡すんですね、うん、でもあの14歳の時はに養子にしてしまえば17歳で渡航するとか親のところに行かなくていいんですだからもう あのー、17歳まで育ててたら身売りする時に高いお金もらえるけどそれも待てないほど貧乏だったんですね申し訳ないけどそういうことが分かる証言でだからそれを、あの別、ー、にそれが「うん、私は週刊誌」のコメント学術論文だったらちゃんと引用しなくちゃいけませんけど。 分かりやすいように専門家として言っただけで、うんえー、それをですね、えー、虚偽の根拠に基づいて私を攻撃していたとい言うんですよね。<laughs> で「西岡市は私に直接取材すらしていませんでした」ってお前ね新聞記者がねあの署名記事書いてね <laughs> それを批判されたらね記者は取材する方でしょと、うん、取材してないから。 <laughs> 反論書いちゃいけないって言ったら、うん、記事なんか書くなよっていう話なんですけどす、ね、まあそういうことを言っているんですけれども、うん、上村さんが社長や週刊金曜日もですね西岡が捏造を認めたたってて書いいりしんんでですすけど、うん、それはこういうこううとな,んです、ね、な全く話もならないことで逆に裁判所は上村さんは金額順さんが。 女子低身体の名で戦場に強制連行されたんではないということを知っていながら、うん、あえて女子低身体の名で強制連行したという嘘を書いた、うん、つまり私の言う通り熱像記事熱を書いたということを真実だと認ころがですねまあだからまあこれでまあ上村さんとはもう付き合いたくもないともうそれはあのー、上村さんの言うことは本当におかしいし。うん あのー、私が何か上山さんの家族にテロをした犯人と一味みたいにも書いてるんですけど <laughs> 西岡市のフェイク言説が凄まじい <laughs> ど,どの口が言ってるんですかというような熱度バッシングを引き起こして多くの人があバッシングに加わって私は内定して大学の教授職を失いました失ったけどあの時代になって相当お金もらってるんですよね。あ<ー> <laughs> それは彼も認めてますけどね、はい、で当時高校生だと私の娘の顔と実名が悪質なコメント止めにインターネットにさらされたと娘を殺すという脅迫邪魔を送られてきたと、えー、非常勤として勤務して大学に脅迫邪魔をかけてきた犯人の一人は逮捕され罰金刑を受けましたと娘をツイッターで誹謗中傷していた一人は裁判で責任が問われ賠償金を支払いましたこれだから逮捕されたら裁判で責任が問われた人は実際に罪があったわけですよね しかし上村バッシングを引き起こした張本人である西岡市の責任が全く問われていませんいやいや異常な司法判断と言わざるを得ませんって言うけど何を言ってんのかと、うん、自分が捏造記事を書いたということが裁判所に認められて、はい、名誉毀損ではないということになったのに、うん、私があたかも上村バッシングを引き起こして、うん、え脅迫状を送ったりあるいは脅迫電話をかけたり、えー、してきた人の一味であるかのように。うんうん 私の責任は問われていませんとてこと責任ないですよ。うん、嘘の記事を書いたあるいは熱の記事を書いた人に対して熱ぞと言っただけですから彼のあ言説ぐらい私に対する名誉毀損はないと思ってますが私は言論人ですから、えー、こうやって言論で上村さんを批判したいというふうに、えー、思っているわけです。うん、でそれだけじゃなくてですねこれの中ではですね、えー 私が91年以内慰安婦問題で論争に加わってきた安倍晋三元総理や櫻井義理事長も夫婦かの同志だと書いたらですねつまり、えー、上村さんは安倍も相手の裁判で敗れたのですと <laughs> <laughs> だから安倍もっていうのが悪い形容詞になって、うん、だって安倍晋三さんは1997年から慰安婦問題に取り組んできたんです、はい、だからしあの同志だと書いたんですよね。うん、私は ああ巨大な敵と戦ってるもう裁判所に行けばね<で>ライトの弁護士がたくさんいるのでそうてうで,、ね、でここでね一つだけ面白いっていうか、はい、いうのはね安倍さんが桜、えー、井さんの裁判の時にね、えええー、SNS で「上村記者と朝日新聞の捏造が事実として確定したということね」と書き込んだと。うん、ありましたねフェイスブックで。 えー、しかし判決に私の記事を捏造と認めた記述はありませんとこれは完全なフェイク情報です私の講義で安倍氏はコメントを削除しました私の記事が捏造でないことを改めて証明する機会になりましたと書いてるんだけど、うんはい、まあそれは先ほど言った真実相当性だからですけれども、はいうん、今回は真実性が認められたので、えー、上村記者と朝日新聞の捏造が事意として確定したということですねと 安倍さんにかもう一回書き込んでもらいたいんですけど <laughs> そうですね。ということをわざわざ再放送で負けたあとに書いてるとだから全部こうなんか言葉中途絶えてで印象操作をしては悪いい本当にひどいと思うんですよ、ね、<laughs> まあしかし上村さんは上村さんでねもう実名で原稿回答に批判された時に裁判に ウッタリューの言論人ですからね、はい、まあちょっと相手にとって不足ありなんですけど <laughs> <laughs>